りゃあ、いた。今回はハール速度の構成の動画の後編やな。前編の内容も用いるからそちらを先に見ることを勧めるで、前編ではこれから議論する空間を LCSCH に限定し、その上で線形反関数をラドン速度で表現するリースの表現定理を証明したな。細かい定義などは前編の動画を確認するか、前編で用いた定義は全て概要欄とコメント欄に載せてあるからそれを参照してな。後編では前回構成したラドン速度を用いていよいよ本命であるハール速度を構成していくで。まず今回登場する定義を一気に紹介するで。一見多いけどこれで最初で最後の定義紹介やから堪忍してな。はじめに位相群というものを考えるで。これは群に位相が入り、その群演算が連続写像になるものやで。つまり群の積と逆元という演算が写像として連続ということやね。続いて群に位相を与えたものが位相群ならば、群にシグマ加法則を与えたものも定義できるで。それを加速群と呼ぶで。さらに群演算は加速写像であるとするで。例えば位相群 G が与えられている時に、もちろんそこには位相が定まっているんやが、そこから生成されるボレル集合族を考えれば加速群を作ることができるで。位相群の定義から群演算は連続写像、連続写像は加速写像でもあるからやね。次に加速群の上の速度を考えるで。この速度が左不変であるとは、上の式を満たすことやで。つまり集合 B に左から G だけかけてあげてもその速度は変化しないということやね。例えば二次元平面で考えるで。群演算としては足し算を考えると、上での GB というのは集合 B を G だけ平行移動するという風に理解できるで。そんでルベーグ速度を考えれば、ルベーグ速度は平行移動で不変、まあつまり面積は平行移動しても変わらないからルベーグ速度は左不変であることがわかるな。さてこの左不変という定義は上のように加速関数と積分で言い換えられるで。さっきの集合による定義と今回の積分による表示が同値であることはもちろん証明せなあかんけど、面倒やから飛ばすで。まあでも集合の速度というのは定義関数の積分やし、加速関数は定義関数の線形結合で近似できるからそれを使えばええな。最後に今までは左不変であることの定義を述べてきたんやが、右不変も全く同様に定義されるで。このようにして群と速度の関係を定義してきたんやが、これらの用語をもとに今回の動画の大本命である定理に立ち会うで。 LCSCH である群 G の上に左不変なラドン速度が定数倍を除いて1位に存在するで。特に G がコンパクト集合であるならば、このラドン速度は右不変にもなるで。このような左不変ラドン速度のことを左ハール速度と呼ぶで。右不変の場合は右ハール速度やな。さらに右左の両方で不変なラドン速度を単純にハール速度と呼ぶで。まあなんか難しそうやけど、さっき紹介したルベーグ速度は平行移動で不変やったからハール速度になっとるわけやな。そう考えるとハール速度もなんか親しみやすい気がしてくるな。というわけで早速この定理を証明するで。証明の流れとしては、まずはラドン速度を定義せなあかんのやけど、そのために前回証明したリースの表現定理を用いるで。リースの表現定理には線形反関数を考えてたわけやから、まずは線形反関数を構成することを始めるで。まあ単なる線形反関数ではなく普遍性も取り入れたいから少し特殊なものを考えるんやけどな。まず C ハットプラスの関数 F G に対して上のような記号を定義するで。つまり CK たちの和で一番小さいものやな。ここで CK たちが何なのかというと、このような式を満たすものやで。もちろん CK たちは SK たちの取り方に依存するな。この式がどういう意味かというと、まず GSKX がどういう意味かを考えればすぐわかるで。一般の群ではなく実数で考えてみるで。実数では群演算としては足し算を考えると、 GSKX というのは GSK たす X という意味になるな。これは GX という関数を SK だけ平行移動した関数となるな。したがってこの式の意味というのは、 GX を平行移動してそれを定数倍して FX を超えさせるという意味になるな。特に今考えている F と G はそのサポートがコンパクトであるから、足し合わせる CK の個数は有限個で収まるし、コンパクト性から最大値を持つので各 CK たちは
すべて有限であるで。したがって、FG というのは、有限な値を取ることがわかるで。また、FG というのは、上のような性質を満たすで、まずは劣化方性を示すで、RSK たちと S'K たちを選んで、上のような不等号が成立できるで、これらの CK たちの和の加減が、FG の定義であったな。今、上のような不等式を満たすすべての CK と C'K たちは、F たす F'G の定義で出てくる加減のコードする集合に属しとるな。したがって、加減の定義により、劣化方性が成立するわけやね。続いて同時性なんやけど、これは、加減というのも同時性を持つから明らかやね。最後の不等式やな。まずは、前半の不等号を示すで、このノルムは上限ノルムなんやけど、今 F と G は、連続で、コンタクトなサポートを持つから最大値が存在するで。その最大値を取るところを A、B と置くで、ここで、FG の定義において、特に、A で上の式を満たす C と S が存在するで、この式を満たす S と C はいっぱいあるわけやけど、C が最小となるのは、明らかに S が BA インバースな時やね。この時、C は、G のノルム分の F のノルムとなるな。今は、点 A で、のみの話を考えたわけやけど、他の点でも上のような式を満たす C を考えるわけやから、C たちの和というのは、G のノルム分の F のノルムより大きくなるな。これで、前半の不等号の証明はおしまいやな。残るは後半の不等号やで、まず、F と H に対して、不等号が成立するように、C たちと S たちを選ぶで、次に、H と G に対しても同様に、C' たちと S' たちを選ぶで、見やすくするために、括弧を外すで、そうすれば、あとは、右辺が、C たちの和かける C' たちの和となっていることに注意すれば、劣化方性の時の加減の定義を考えれば、証明はおしまいやね。というわけで、FG というのが、ある程度の性質を満たすことが分かったな。今、0でない関数 F0 というものを適当に取って固定するで、F0 に、よって FG を正規化。つまり、FG を F0G で割ったものを、λGF と定義するで、ここで、λG は、さっきの計算から、劣化方性と同時性と上の不等式を満たすで、前半2つは、前の性質を F0G で割るだけで得られるから、最後の不等式のみ示すで、さっき示した不等式に、上のようなものがあったな。ここで、F を F0 に、H を F に置き換えて、少しの計算をすれば、前半の不等号が得られるで、また、今の不等式で、H を F0 に置き換えて計算すれば、後半の不等号も得られるで、このように、ある程度の性質を持ったラムダ G というものを考えたわけやけど、目標は、ラムダ G を線形反関数にしたいんよね。それを考えるために、証明の途中やけど、一旦補題を通過するで、任意の C ハットプラスの2つの関数と任意のイプシロンに対して、ある回集合が存在して、上の式を満たすようにできるで。ここで、G は、G プレック U となる任意の関数やで、G プレック U の定義は、概要欄かコメント欄を参照してな。言葉で言えば、G のサポートが U に含まれていることを指すな。さて、この補題の意味なんやけど、得たいのはこの不等式やね。先ほど、劣化方性として、逆の不等号は成立することは見たんやけど、この補題によって、G に、ある程度の制約をつければ、逆も成り立つことがわかるな。というわけで、この補題を示すで、まず、F たす F' のサポートの上で1を取る関数 H を任意に取ってくるで、そんで、任意のデルタに対して、F デルタ、H デルタ、H' デルタという3つの関数を上で定義するで、ここで、作り方から、F デルタが、0の時は、F と F' は、共に0になっていることに注意して、F デルタが、0の時は、H デルタと H' デルタも、0であると定義すれば、H デルタと H' デルタは、両方とも C ハットプラスに属するで。さて、コンタクト集合上の連続関数は、一応連続となるから、C ハットプラスに属する関数は、すべて一応連続やな。したがって、G の単位 AE の近傍を選べば、H デルタ、E と、その近傍内の点の H デルタの値は、十分に小さくできるで。つまり、X インバース Y が、近傍 U に属しているとすると、H デルタ、E と H デルタ、X インバース Y の差は、デルタで抑えられるで。今回は、さらに、X だけ平行移動することによって、H デルタ、X と H デルタ、Y の差がデルタで抑えられているとできるで。同様のことは、H' デルタでも成立するで。今、さっき取ってきた単位面の近傍 U に対して、G プレック U となる G を任意に取ってくるで。さらに、上のような不等号を満たすように、
S たちと C たちも取ってくるで。さて、G の取り方から、G のサポートは U に含まれとるから、G、SKX が0でなかったら、SKX は U に含まれとるで。そのことに注意して、式変形を行うで。まず、F デルタの定義を使えば、F は上のように書き換えられるな。続いて、上の不等号を用いるで。最後に、今、SKX が U に属するわけなんやが、これを、SK インバースインバース X が U に属すると解釈するで。そうすれば、前に示した不等式を用いれば、ここが得られるで。今の議論は、F' に対しても全く同じやな。特に、式で出てくる C たちと、S たちも、全く同じもので適用できるで。さて、H デルタと H' デルタの和は、定義から明らかに1以下であることに注意するで。そんで、FG と、F'G の和を計算するで、FG の定義を思い出すと、さっきの不等式から、この不等号が成立するで。そんで、CK たちが全て共通であるから、それでくくって、H デルタと H' デルタの和が1以下であることから、ここの不等号もわかるで。さて、さっきの式で、C たちの和に対する加減を取れば、C たちの取り方から、CK たちの和の加減は F デルタ G となるで。したがって、ここの不等号が言えるわけやね。続いて、F デルタ G に対して、F デルタの定義と、この記号における列化法性と同時性により、この不等号もわかるで。さて、今の式で、両辺を F0G で割れば、この式が得られるで。ラムダ G、F は、FG を F0G で割ったものとして定義されてたからやね。次に、上の式を少しだけ展開して、この補題に入る直前に示した不等式を用いるで。最後に、H、F0 などは全て有限で、デルタは任意やったから、デルタを0に近づければ、上の局面が成立するで。というわけで、この補題が言えたわけやね。補題の主張では、イプシロンが出てきているけども、そのイプシロンに合うように、デルタを十分に小さくしとけば問題ないな。さて、さっきの定理の証明に戻るで、今まで考えてきたラムダ G というのは、C ハットプラスの関数から、C の実数への写像やったな。したがって、ラムダ G というのは、上のような直積空間ラムダの要素と見ることができるで。次に、単位元 E の近傍 U に対して、上のようなラムダ G たちの集合の平方をラムダ U と置くで、今、任意の C ハットプラスの関数 F に対して、ラムダ G、F は、F、F0 で抑えられてたな。これは、補題後の証明に入る直前に示してたで。さらに、この記号は有限であると、この定理の証明の最初に示したな。この部分で何が言えたかというと、ラムダ G たちは、F を固定して、G を自由に動かしても、それは、すべて F、F0 以下になるということやな。したがって、今の話により、ラムダ G 全体というのは、このような直積集合に含まれとることがわかるで。この直積集合のことは、長いから A と置くで。特に、A を構成する一つ一つの集合というのは、0以上 F、F0 以下という実数の集合なんやけども、この集合は、実数の上では、コンパクト集合となっているな。したがって、A というのは、コンパクト集合の直積なんよね。ここで、チコノフの定理を用いると、A 自身もコンパクトであることがわかるで。チコノフの定理は、以前解説動画を出したから、わからんって、人はそちらもよろしゅうな。さて、もともと話したかった、ラムダ U というのに戻るで。これは明らかに A の部分集合よな。さらに、ラムダ U は平方を取っとるから平集合やな。そんで、A はコンパクト集合やね。したがって、コンパクト空間の平集合はコンパクト集合である、という一般的な話を用いると、ラムダ U もコンパクト集合であることがわかるで。さて、ここで、近傍 U が近傍 V に含まれるとすると、ラムダ U はラムダ V にくるまれるで。作り方から明らかやな。そうすると、ラムダ U というのは有限交差性を持つで。有限交差性とは、上に書いてあるように、任意の有限個の共通部分が空集合でないことやね。各 U というのは単位元 E の近傍やったから、任意に有限個の U たちを取ってきても、それらの共通部分を考えれば、また、E の近傍になるからやな。そこで、補足補題 G を用いることにより、すべてのラムダ U の共通部分は空集合でないことがわかるで。したがって、共通部分から、要素を一つ取り、それをラムダとするで。このラムダは、直積空間ラムダの要素なわけやけど、これは、つまり、C ハットプラスから、C の実数への写像となっとるな。また、ラムダは0でないものが取れることに注意な。これは、補題後に入る直前で示したこの式からやね。まあ直積集合 A を作る際に、
動画では、0以上 F、F0 以下の区間で考えたんやけど、上で出てくる区間でやっとけば、作り方からラムダは絶対に0ではないと言えるんやけど、後々気づいたで。まあそんなわけで、ラムダという反関数を作ったわけやけど、次に、これが、線形であることを示していくで。今、C ハットプラスの関数 F、F ダッシュ、C の実数 A、B を任意に固定するで。さらに、サポートが、単位元の一点集合に上から収束するような、C ハットプラスの関数列 GN を選ぶで。そうすると、ラムダの作り方から、上のような極限が成り立ってくれるで。特に、ラムダ G というのは、列可方性があり、十分に小さい単位元の近傍の中に対しては、補題後から、逆の不等号が成立するで。したがって、ラムダは、線形性を持つことがわかるで。以上より、ラムダは0ではなく、C ハットプラスの上での正線形反関数となるな。ここで、前回証明したリースの表現定理を適用するで。そうすると、正線形反関数ラムダは、S の上のラドン速度に一時的に拡張できることがわかるで。拡張というのは、つまり、C ハットプラスの関数 F に対して、正線形反関数ラムダでの F の値が、ラドン速度ラムダでの積分の値と一致することやね。この式の右辺と左辺では、ラムダの意味が違うことに注意してな。というわけで、これで、ラドン速度が存在するということが示されたわけやね。あとは、今定めたラドン速度が、左不変であることを示すで、G と F を上のように任意に取ってくるで、今、上の拡張の式からここがわかるで、続いて、線形反関数ラムダというのは、左不変やで。これは、直接言及はしてないけども、ラムダはラムダ G の極限、ラムダ G は、FG で定義されていたことに遡ると、F、G は、その定義から、明らかに、左不変であることがわかるで、最後に、上の拡張の式を再び適用するで、以上によって、ラドン速度ラムダというのは、C ハットプラスの関数に対しては左不変ということが分かったで、特に、G の回収無王に対して、その定義関数に下から、近似するような C ハットプラスの関数列 FN を考えるで、そうすると、さっきの積分の式と単調収束定理を用いると、ラドン速度ラムダは、回収無王に対して、左不変であることが分かるで、最後に、π ラムダ定理を用いることによって、ボレル集合に対しても、左不変であることが拡張されるで。というわけで、このラムダは、左不変なラドン速度、つまり、左ハール速度であることが分かったな。ここまででも、結構長かったけども、最後に、一位性とコンパクト集合上の証明を行うで。あと少しやから頑張ってな。左不変なラドン速度ラムダを取ってくるで。次に、右不変なラドン速度ミューも取ってくるで。さっきの証明では、左不変なものしか示してないけども、全く、同じ議論を右不変でもできるから、右不変なラドン速度の存在もわかってるわけやね。さらに、C ハットプラスの関数で、0でない関数 H を適当に取って固定しとくで。その H と速度 μ を用いて、上のような関数 P を新しく作るで。ここで、H というのは、0以上の関数やから、それを積分してできた関数 P は、真に正な関数であることがわかるで。さて、C ハットプラスの関数 F に対して、式変形タイムやで。まず、μ というのは右不変やったから、最初の等号が言えるな。次に、F も H も0以上の関数やったから、不比2の定理を使って、積分の順序を入れ替えるで。そんで、ラムダは左不変やったから、左から Y インバースをかけても、値は等しくなるで。そんで、また、不比2の定理を使って、積分を交換するで。最後に、右側の積分は、さっき定めた関数 P やったから、書き直すで。さて、今の式の一番左と一番右を考えると、F は C ハットプラスで任意やったから、さっきの存在性を示した時のような拡張が行えるな。したがって、上の式で、F を、P 分の 1×B の定義関数、に変えたものが成立するな。つまり、それを式で書けば、このような等式が成立するわけやな。定義関数の積分は、積分範囲に行くことで少し生存してあるで。また、関数 P は、0より大きい関数やったから、逆数が考えられてるわけやね。ここで、さっきの右辺はラムダ、B となるから、さっきの式を整理すれば、このような式が得られるで。特に、B を動かすと、右辺は速度になっていることに注意してな。今の式で、右辺は、ラムダが一切登場しないんやが、速度とはなっているで。したがって、ラムダというのは、左不変なラドン速度を任意に取ってきたわけやから、どれを取ってきても、H の積分で割れば、
右辺のラムダによらない速度に一致するわけやね。これで、定数倍を除いて、ラムダが一時的であることが示されたわけやね。最後に、後半の主張である、G がコンタクトであったら、左不変ラドン速度は右不変にもなる、ということを示すで、この行だけ、なぜかとち狂って、全体集合を S と書いてしまっとるんやが、これは、全部 G の間違いやで。さて、G がコンタクトとするで。そうすると、今までの議論で、特に H として1という定数関数を取ってこれるで、H は、C ハットプラス、つまり、そのサポートがコンタクトな関数なんやけど、今、全体集合 G がコンタクトやから、定数関数のサポートはコンタクトなんよね。したがって、定数関数が取ってこれるわけやな。そうすると、P というのも、μ、G という値を取る定数関数になるわけやね。したがって、これを踏まえれば、さっきの式は、上のような綺麗な形で書けるわけやね。今、ラムダは左不変、μ は右不変やったけども、これが等式で繋がっている以上、ラムダは、左不変でも右不変でもあることがわかるで。というわけで、G がコンタクトだったら、左不変ならラドン速度は右不変にもなることが示されたな。以上によって、長い長い戦いが終わったわけやね。お疲れ様。というわけで、前編後編と合わせて50分くらいになってしまったんやが、ハール速度がこれで構成できたわけやね。ただ、最初にも言ったように、この動画では、空間は LCSCH という解析向けの仮定を敷いてるんよね。単なる局所コンタクト空間の上でも、ハール速度は考えられるわけやけど、そっちはもっとやばそうやな。あと、うちは、板書、すでに手札打ち込んでるから、ある程度は早くできたけども、これ全部、黒板やホワイトボードで書きながら進めたら何時間かかるんやろな。ハール速度さんエグすぎやろ。さて、最後に個人的な感想なんやが、最初はほんの出来心で、照明の動画を作るかって感じやったんやが、途中の議論では、ふんだんに、位相空間論の話が出てきて、いい復習になったな。結構重かったけど、その分自分のためにもなったし、何より楽しかったな。こういった10目の定理を厳密に解説していく動画も今後も増やしていこうかな。まあ、ヨタ話はこれくらいにして、長い動画やったけど、ここまで視聴してくださってありがとうございました。そんじゃ、おおきに。